それが一番。うおー、びっくりしたどうも、エルザです。それではダークソウル3やっていきたいと思います。さて、カタリナの騎士とね、なってるんで、この装備で進めていきますか。まあ、とりあえず、黒騎士の体験は、使うのは、まだ控えておいて、あ、使えるとか使おうかなと思うけど、全然石が足りないからさ、強化できてないのもあって、スタミナの割に、削りきれんなっていうのがね。あとは、力30を目指そう。ねえ、ここはもう処理済みだから出てこないだろう。でも見るからにここはもう氷系っぽいよね。いや、めちゃくちゃ綺麗だな。さすがに全部いけるはないと思うんだけど、そうだとしてもやっぱ広いよね。さあ、通れた。さあ、かがり火に触れて、イルシール攻略といきますか。まあそうだね。苔が手に入るってことは、フロストバイトか。フロストバイとか嫌だなぁ。強いからなぁ。おぉ、なんだ霊体か。うわぁ、いるわぁ。早い、早い、早い。ちょっと待って。ちょっと待って。肩にはまってる。角にはまってるのは無理。マジで？いきなり壁はめなの？いってー、マジで。かえんだよなー、しかも。多分一体ずつ確実になんだろうなー、こうなるとね。あー、むずけーなー。この3体だけだったらいいけどね。騎士の鎧、魔力。来ないねー。その右側にいるからなー。なので、70超えちゃうもんね。そっちが来ねえなら、よし。いやー、全然来てくれないねー。そうかー。
そうそう、来てくれんとな。そっからなんだよな。今のか、耐えて耐えて、後ろ取るみたいな。ちょっとはダメージもらう前提で動かないとダメだね。そうなると。はい。鎧。あ、意外と鎧とこ出るね。マジかけら、かけらっていうか、格好変態だもんな。変態度が増してんだよな。あれ？特にいけないの？いけそうだけどいけないみたいな感じだね。ああ、間違えて R に押してしまう。むずっ。そういう感じね。であれば、とりあえず引きつけて1対1に持ち込んでを地味にしていくか。それが一番。うおー、びっくりしたー。なに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 、じゃじゃーい、ちー、魔法か。しかもあれ面倒なのか、雑魚が気づいてないんだよな。周りにいたもんね、一瞬見たらね。おお、結構遠い。追尾意外とあるな。うわー、串刺しー、マジか。強えなー、意外と強えなー。うわー、一瞬。あー、全然進まねー。しかも問題なのは、これ取って逃げて、その周りの雑魚がさ、取り巻きが近づいてこないんだよな。おぶねー。そうだね、取り巻きを先に片付けるように気をつけよう。いやいやいや、その回転はおかしい。その回転はないわ。ほら、ほら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 、その回転はないって、むずいよ、それは。ねえ。マジでむずい。
そうそうそう、こっち来い、こっち来い。いいねいいね、来た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 。その取り巻きが大変なだけだから多分ね。イエーイ、やっぱそうだね。取り巻きが大変なんだ。ああ、ボッコボコにすればいけたね。うわー、嫌だなー。ああいう系も出てくるわけだもんね。いやー、マジで。でも、体験使えたところでって感じもするなー。卑怯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 、それは卑怯。いや、届きすぎよそれは。どうやったら届くかな。あ、暑いね。近寄らないといけないのは絶対なんだけど、どうせさ、ダークソウルさん的にはさ、近づいてきたね、よしよしみたいなさ。いて。あ、意外といなかった。意外と優しかった、そこは。あー、大かけら。タイミングだったね。ひどいひどい。逃げます。さすがに。これはいくらなんでも振りすぎるわ。さて。いやー、しびれるねー。これ、かがり火バタバタないんだろうな、この感じだとね。いや、強い。一体に一つ使ってたらもう、ラチ開かないもんなー。あ、はあ、あ、降りるところあるんだね。
でもなんか飛び降りる系っぽいような気もするんだよな。ああ、待ち構えてるなあ、そこ。ショートカット作れるとかそういうことではない。これは、ちょっと待ってね、先に周り見て、ああ、弓で引っ張ってくるのありかなー。いや、結構、まだ先ありそうだもんね。ちなみに、いや、特に何かあるわけじゃないのか、行き止まりか。行き止まり、いや。おー、こがり火、やったね。ちょっと奥のやつも見てみようか。契約、約定の書、証か。この先行けるわけだね。よし、じゃあ今回ここまでにしよっか。結構大変だった。ねえ、さっきの門をちょっと突破できるような突破目指してみようかな。結構広そうだしね、ここはね。ということで、動画見てる方はここまで、ライブ配信の方は引き続きやっていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。